なんだこれは。どうした。海底にデータにはない巨大な山があります。巨大な山。この付近で地殻変動が起きたという報告はありません。奇妙ですね。報告を始めたまえ。それではロスマンド伯爵。は、アベリア共和国政府の議員はすでに過半数が我が同志であります。これにより南半球における我が勢力は 30% 増加したことになります。よろしい。ではレクタール校。フェイマスカンパニー社長の暗殺に成功しました。これであの巨大な産業グループをギャラクターの資金源とすることができます。クリント将軍、バハール国の軍事予算を 20% 増加させました。たったの 20% か。はっ、これ以上の増税は国内経済を破綻させてしまいますのであなたは税金の一部をあなたが個人的に所有している会社に流しているようだ。しかしその金は全て我がギャラクターのものではないのかね。決してそのようなことは。私の目を盗んだつもりか。諸君、裏切り者の末路を見たまえ。カッツ様。さて諸君、我々の新たなる計画について説明しよう。知っての通り、我がギャラクターの基地の中で極めて重要な場所に位置しているものは4つである。ブイエペレス、セアルト海、アレサンドリア、そして我が本部のあるクロスカラコル。この4つの基地においてある計画が同時進行しており、あとわずかに必要な新設備が整うことになるのだ。これは地球を我々ギャラクターの理想のもと大規模に改造するための計画なのだ。この計画が成功すれば、これまで地球にあった既存の価値観は全て一掃され、地球人類は新たな段階へと進化することになる。だがもし失敗すれば、この地球そのものが宇宙から消滅するであろう。失敗は許されぬ。特に国際科学技術庁は全力で我々に敵対してくるであろう。すでに南部はこの計画を知り、あらゆる諜報活動を展開している。新設備が整う前に4つのポイントの位置を断じて知られてはならない。ドクター・ドナルドソン。はあ。この情報戦争が我がギャラクターの面を左右することになろう。君の組織したジュピターには総裁も期待をかけておられる。光栄の極みでございますな。科学忍者隊には気をつけよう。奴らを抹殺するのだ。
心得ております。奴らをおびき出し、必ず息の根を止めてご覧に入れます。いでよジプター忍者軍団。我らジプター忍者軍団、ただいま参上。いささか遅きに失した感はあるが、ここに対ギャラクター国際会議を開くことができたことを嬉しく思う。この会議の開催に尽力してくれた ISO の南部博士に心から感謝したい。ありがとうございます、ミューレン議長。しかし、議長の言われた通り、我々はもっと早くギャラクターの危機に対し動き出すべきでした。今や一刻の猶予もありません。すでにギャラクターによって支配されている国は世界の3分の1に達しています。これは世界人口の 27%、世界経済の 42%、軍事力においては 53% に匹敵するのです。しかも彼らは我々以上の科学力を有しており、組織の全貌及びその最終目的、構成人員などは全くもって謎に包まれています。私は彼らの基地を発見すべく、あらゆる手段を講じてきました。そしてついにその一つを発見することに成功したのです。これは人工衛星によって得られた世界中のエネルギー反応のデータです。そしてこの中にわずかではあるが、地球上ではこれまで観測されたことのない反応があることを突き止めました。もちろん自然なエネルギー反応ではない。我々にとって全く未知のテクノロジーによるものであると思われます。そしてこれはギャラクターの巨大兵器の内部で採取されたエネルギー反応と同様のものなのです。それはどこです？セアルト海の海底700メートルの位置です。イーストリア国の原子力潜水艦が消息を絶った場所に近い。おそらくこの反応と何か関係があると見ていいでしょう。では一刻も早くここを攻撃すべきですな。よろしい、我が国の海軍を派遣しよう。お待ちください。今いたずらにギャラクターを刺激することは危険です。軍が動き出せば彼らも黙ってはいないでしょう。それではどうすればよろしいのか。私の組織した特別なメンバーに任せていただきたい。特別なメンバー？それは一体？その名は科学忍者隊。コードネームガッチャマン。はい、こちら G1 号。わかりました、南部博士。また来るよ、母さん。結局、親父の姿を見たのはあれが最後だったな。ケン、父さん。ケン、なんだその顔。母さんがお前の涙を見て喜ぶとでも思っているのか。父さん、今までどこに行ってたんだよ。母さんが、母さんが。母さんの病気のことは知っていた。しかし俺にはやらなければならない大事な仕事があったんだ。母さんより大事な仕事なんかあるもんか。母さんはそのことをよく分かっていた。お前にもいずれ分かる時が来るだろう。もっと強くなれ、ケン。男なら強くなるんだ。死んだ母さんのためにもな。その時にまた会おう、ケン。ナンバー博士、ケンを頼む。分かった。父さん、どこに行くの？待って、父さん！待ってよ、父さん！父さん！また会おう、ケン。
どこかで生きているのか、それとも。バードゴの諸君、ついにギャラクターの基地が発見された。ギャラクターの基地が、セアルト海の海底で諸君がギャラクターの巨大メカ内部で採取してくれたエネルギー反応と同様のものが観測されたのだ。この近くにギャラクターの基地があるとみて間違いないだろう。ふん、いよいよギャラクター基地へ突入かよ。諸君の任務は基地への侵入路を発見し、攻撃部隊を無事に誘導することにある。これはあくまで国連軍との共同作戦だ。しかもタイムリミットは72時間、それを過ぎれば国連軍は攻撃を開始する。それってもし俺たちが逃げ遅れたら俺たちも攻撃されちゃうわけ？残念ながらそういうことになる。そんなのやだよ。ジンペ、これは任務なのよ。心配すんなよジンペ、お前が逃げ遅れそうになったら俺が担いで逃げてやるって。危険な任務だが、その成否が地球の運命を左右する重要な任務でもある。頼んだぞ科学忍者隊の諸君。龍、そろそろ海へ入るぞ。先行モードにチェンジだ。ラジャー、ポセイドンシステム作動。ラジャー。潜水艦が消息を絶った海域に近い。ギャラクターの攻撃があるかもしれないぞ。ギャラクターエネルギー反応。リュウ、急速離脱しよう。ダメじゃ、コントロール不能。第一、第二ブロックに異常発生。このままじゃゴッドフェニックスがバラバラになっちゃうよ。こんちくしょう。やれやれじゃ。助かったぜ、龍。ケン、もう一度あそこへ行こう。今度はバードミサイルをぶち込んでやるぜ。待って、海底から何か飛び出してくる。何？一難去ってまた一難かい。ギャラクターの戦闘機か。ジョー、ん？任せる。俺は G1 号で出る。その言葉待ってたぜ。こっちは片付いたぜ。こっちも終わった。ゴッドフェニックスに帰還する。何をしている上だ。何？
はまだいるぞ。行動を取れ。遅い。素人め。誰だ。邪魔だ。海から出たのはおとりで、太陽の中に隠れていたのが精鋭だ。そんなことに気づかないとは。科学忍者隊も大したことはないな。あなたは誰だ。そんなことはどうでもいい。死にたくなければもっと腕を磨くことだな、ガチャ。死にたくなければもっと腕を磨くことだな、ガチャマン。聞いてるのか、ケン。すまん。なんだ。これ以上周辺の海域を探査しても無駄だ。思い切ってもう一度あの海底の光へ突入すべきじゃないのか。そいつは危険すぎる。もう一度あの光を食らったら、いくらゴッドフェニックスの機体でも持たんぞ。あの光がギャラクター基地のカムフラージュであることは間違いない。だが基地である以上、どこかに入り口があるはずだ。そういえば、さっきから気になってることがあるわ。なんだ。ポイント0321に小さな島があるの。でもその島はデータとしては入力されていないのよ。どの国のマップにも。これほどの島がなぜ地図に載っていないんだ。何者かが地図から消したのよ。それしか考えられないわ。そんなことができるのはギャラクターだけだ。Cエリア異常なし。よし、 B シートへ帰還する。浮上せよ。はっ。資材の搬入無事終了しました。作業に必要な人員も同盟国より続々到着しております。ご苦労。残念ながら科学忍者隊の所在は未だ不明です。気にすることはない。奴らは必ずこの BC 島にやってくるはずだ。いや、もう入ってるかもしれんぞ、アラン。あ、では早速島全土をくまなく捜索いたします。焦ることはない。この島に一度入った者は二度と生きては戻れん。この BC 島は別名ギャラクター島とも呼ばれる海の要塞だからな。国連軍がいくら攻撃してこようともびくともせん。科学忍者隊とで同様だ。かつめ組織のナンバー2である俺をこんな島に閉じ込めおって。ベルク・カッツェメはいずれ我が手で。その時はお前がナンバー2だ、アラン。身に余る光栄にございます。全ギャラクター隊員に告げる。侵入者だ、殺せ。
何者か知らんが、死んでもらう。実体を見せずに忍び寄る白い影、科学忍者隊 G1 号大足の剣、またの名をガッチャマン。現れたな、ガッチャマン。借りは返したぜ。余計なことだ。待っていたぞ、ガッチャマン。ギャラクター最大の軍事力を誇るこの BC 島に乗り込んでくるとはいい度胸。ここが貴様の墓場だ、ガッチャマン。科学忍者隊 G2 号コンドルのジョー。科学忍者隊 G3 号白鳥の純。科学忍者隊 G4 号バクロの陣平。撃て、殺せ。司令、 ISO の南部博士より通信が入っております。よし、つなげ。私だ。これは南部博士。まだ約束の時間ではありません。なぜ艦隊を出動させたのです？あなたがご自分のスタッフを信じたい気持ちはわかるが、これ以上待つことはできません。なぜです？ご心配なく、ギャラクター基地は我が軍が攻略します。しかし、ガッチャマンたちがまだ基地内部に。早速脱出命令を出すべきでしょうな。今からでは不可能です。それでは。なんということだ。科学忍者隊が危険だ。いや、危険なのは忍者隊ではなく国連軍です。何ですと？どうやら我々はギャラクターの思うつぼにはまってしまったらしい。これは罠です。ギャラクターの罠？最初からセアルト海の基地に我々の注意を引きつけおびき寄せる作戦だったのです。艦載機全機発進せよ。何事か？はっ、国連軍機動部隊が接近中です。予定より早かったな。まあいい、大した数ではないな。おびき寄せられたとも知らず愚かな奴らだ。よし、デストラクトウェーブシステム浮上。デストラクトウェーブシステム浮上。OK、 出力 65%。 よし、発射。
艦隊が消滅しました。上空の攻撃部隊レーダーより消えました。バカな、核兵器でも使ったというのか。放射能は全く検出されていません。未知のエネルギー反応です。見たか、あのザマを。所詮科学力が違うのだ。戦いになどなりはせん。人類がまだ裸で野原を駆け回っていた頃、我々ギャラクターはすでにこれだけの科学力を有していたのだ。我々の歴史と知能に比べればお前たちは猿以下なのだということを教えてやる。国連軍艦隊逃走を開始しました。逃がすな。海底空母ファントム出動せよ。ドクター・ドナルドさん。これはカッツェ様。国連軍を相手に何を遊んでいるのだ。科学忍者隊は抹殺したのだろうな。はあ、我が基地内に潜入した模様ですが、まもなく我がジュピター忍者軍団が始末するかと。手ぬるい。科学忍者隊は甘く見るな。直ちに全力を挙げて奴らを殺すのだ。総裁は科学忍者隊全滅の知らせを今か今かと待ち望んでおられる。総裁 X 様が。直ちに。これ以上総裁をお待たせするとお怒りに触れるぞ。心しろ、ドクター。ブラックバード大隊を出動させろ。1時間以内に科学忍者隊を抹殺するのだ。はっ。基地内をしらみつぶしに調べろ。案内してもらおうか。基地のメインコントロールルームに。それともここで死にてえか、ギャラクター。もう逃がさんぞ、科学忍者隊。お前たちが勝つか、それともギャラクター最強の戦士である我らジュピター忍団が勝つか。悪いが、今お前たちに構っている暇はない。問答無用、勝負。この結界からは逃れられんぞ、科学忍者隊。偉大なるキャラクターのテクノロジーが力、思い知るがいい。コントロールルームに案内してもらおうか。そこまでだ、ガッチャマン。天井が。見事な戦いぶりだ、科学忍者隊の諸君。正直言って君たちを見くびっていたようだ。さすがは南部博士が作り上げた舞台だけのことはある。だが所詮は我々の敵ではない。いくら君たちでもブラックバード大隊相手に4人で戦うことは不可能だ。
ュピター人軍より力は劣るが、その残虐性では引けを取らん。私が合図をすれば、3秒で君たちはズタズタに引き裂かれることだろう。それともこの私に命乞いをしてみるかね、ガッチャマン。こうなったら一人でも多くギャラクターを道連れにしてやるぜ。ジンペ、私のそばを離れちゃダメよ。お姉ちゃんはオイラが守ってやるって。みんな最後まで諦めるな。最後の最後までチャンスにかけるんだ。見事だ将軍。恐怖を抑え理性によって闘志を失わぬとは。だが我々に対抗するためにはそのような粗末な力をいくら合わせたところで話にならんよ。それではあの世に行ってもらおうか。誰だ？誰だ笑ってるのは？貴様、何がおかしい？何を笑っているのだ？ドクター、あれはブラックバードではありません。その通り。科学忍者隊と国連軍に気を取られすぎたな。何？ドクター・ドナルドソン、ギャラクターナンバー2と聞いていたが、思ったより間抜けだったな。間抜けは貴様の方だ。何者か知らんが周りを見ろ。殺せ！その男を殺すのだ。入れ替わったのが私だけだと思うのか？何？我ら国際秘密忍者部隊、レッドインパルス。レッドインパルス、そうか、貴様たちだったのか。これで五分と五分、借りは返したぞ、ガッチャマン。余計なことだ。殺せ、皆殺しだ。ガッチャマン、ここは我々が引き受ける。コントロールルームへ行け。場所は部下が知っている。わかりました。みんな行くぞ。おのれ、何部目、科学忍者隊は我々の目を引くためのおとりだったのか。何事だドクター、いつまで総裁をお待たせするつもりなのだ。総裁はお怒りだぞ。今しばらくお待ちください。失敗は死をもって償うことになるぞ。それを忘れるなよ。ドクター、 B エリアまで敵が侵入しました。防ぎきれません。くそ、こんなところで死んでたまるか。私は選ばれたギャラクターのエリートなのだぞ。今死んでは何の意味も。形勢逆転だなドクター。おとなしく降伏するんだ。この私に命令するつもりか。しまった。飛行要塞、発進せよ。要塞として建造されたものだ。基地の外部施設を失ったところで、ギャラクター基地としての機能が失われたわけではない。 BC 島へ向け手法、
撃て！これでガッチャマンもレッドインパルスもじーと消えた。ドクター！なんだ？ゴッドフェニックスです。何？ジュン、レッドインパルスから送られてきたギャラクター基地の内部データをチェックしろ。ロジャ。ジョー、バードミサイル発射準備。ロジャ。敵が防御シールドを張る前に一撃で仕留める。デストラクトウェーブ作動準備、急げ。エネルギーの充填にまだ時間がかかります。対空砲火撃て。ゴッドフェニックスを近づけさせるな。ジュン、まだか。ジョー、敵要塞の中心部にバードミサイルを撃ち込んで。ジョー、できるのか。失敗すればゴッドフェニックスはあの防御シールドの中に突入するぞ。ふっ、おじけづいたのか、ケン。あいつをこのまま生かしたらまた味方に被害が出る。やれるのは今しかねえ。任せたぞ、ジョー。お前の一発で全てが決まる。任せておけって。ジョー、これ以上食らったら持たんぞ。黙ってろ。なんだ？科学忍者隊、敵の対空砲はレッドインパルスが引きつける。落ち着いて狙え。ラジャ。頼んだぜ、長の兄貴。一発で決めてやる。デストラクトウェーブ準備完了。これで最後だ、科学忍者隊。デストラクトウェーブ作動。今だ。機関全機離脱。死ね。なんだこの音は。ミサイルが要塞の中央に向かってきます。なんだと。やったのか。さすがだな、ジョー。見事だったな、科学忍者隊の諸君。また会おう、ガッチャマン。また会おう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 。ふん、まさかな。科学忍者隊のおかげさ。いい若者たちを選んだな、南部博士。うん、嬉しいかね。よして。ベルクカッツよ、時は来た。いよいよ地球再生計画を実行に移す時だ。はは、すでにシステムの準備は整っております。直ちに計画を実行せよ、ガッチャマンが動き出す前に。はは、ギャラクターに栄光あれ。
Take your calm right by the hand. A fever's on the land, and we gotta go. キャラクターの恐るべき最終作戦が始まった。全ての文明を破壊する地球再生計画と滅亡か降伏か、最後の決断を迫るベルクカッツにガッチャマンは対抗できるのか。